丸亀属は、波中高亀目石亀科に属する属。模式種はノコヘリ丸亀。インド東部、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス最大種は、オルダム丸亀で、最大高十25.4センチメートル。最小種は、ノコヘリ丸亀で、最大高二21センチメートル。廃校は変平。名、サイケルミスは、 丸い亀、円形の亀の意で、生体も含めて上から見た廃校に由来すると考えられ、本属の構成種を指すは妙と同義。C 甲板は平坦で筋状の盛り上がりがある。C 甲板の数は5枚。後部円甲板はややのこぎり状に尖るが、生体では不明瞭な個体もいる。廃校と復興の継ぎ目は長い。復興は大型で幅広い。胸看板と 復興板の間に、あまり発達しない蝶蓄があり、復興をわずかに折り曲げることができる。喉乾板はやや突出し、左右の喉乾板の間にわずかに切れ込みが入る。頭部は中型。粉炭はわずかに突出し、上顎の先端は凹まないか、わずかに凹む。後頭部は細かい鱗で覆われる。死は頑丈で、指跡の間にはやや,や水かきが発達する。体は、 肺校が上から見ると円形で、キールや円甲板の挙手が明瞭。また、妖体は蝶つ害が,が発達せず不明瞭。オスは、復興の中央部が、わずかにへこむ個体もいる。また、尾が太くて長く、尾をまっすぐに伸ばした状態では、双排質口全体が、肺校の外側にある。メスは、復興の中央部がへこまない。また、尾が細くて短く、尾をまっすぐに伸ばしても、 総配泄口の一部が廃坑よりも内側にある。分子系統学的解析では、大山亀属や白顎山亀属、二星子亀属、ムツイタガメ属に近縁と考えられている。各 DNA やミトコンドリア DNA の延期配列からの分子系統学的解析では、インドシナ半島南部からインドネシアにかけて分布する復興の色彩が、名色の西木原丸亀やノコヘリ丸亀、 東木原丸亀、南黒原丸亀の4種からなる、単系統群と、インド東部からインドシナ半島にかけて分布する復興の色彩が、暗色のインド黒原丸亀、オルダム丸亀、ビルマ黒原丸亀の3種からなる、単系統群を形成すると推定されている。生息地や中華人民共和国では、食用とされることもある。開発による生息地の破壊。 食用の乱獲などにより、生息数は減少している種もいる。2013年に属単位で、ワシントン条約付属書通に掲載された AH。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。流通量は、やや多く、主に野生個体が流通する。安価で流通することや、野生個体が主に流通するため輸送の状態や扱いが悪く。 状態を崩したまま流通する個体も多かった。また、本属全体の分類が混乱していることから、ノコヘリマルガメとして多種が流通していると考えられ、以前はリーフタートルとして、マルガメ属の構成種と、オオヤマガメの容体が区別されずに販売されることも、あった。アクアリウム、アクアテラリウム、生態は、大型の水場を設けた、テラリウムなどで飼育される。 やや低温に弱いためケージ内は保温する。飼育下では人工飼料や乾燥飼料にも得ずく。協調性はよく複数飼育でも問題が起こりづらい。ものの、発情したオスはどうした種問わずに噛みつき交尾を迫るため場合によっては隔離する。ありがとうございます。